こんにちは、眠りさくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、今日はちょっとね、最近私困ってることがあって、それをちょっとお話しするのと、玄関の掃除をしていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速やっていきたいと思います。今日はお肌の休息日ということで、ちょっとすっぴんでリップだけなんですけど、はい、こんな感じでお送りしたいと思います。困ってる方っていうのは見て、じゃじゃーん、これよく履いてる靴なんだけど、わかる？めっちゃ汚れちゃってんの。すごい、ほら、ドロドロ。これはね、なんでかっていうと、そこに4月からお引越ししてきたばっかりなんですけど、ここのね、外、玄関の外のところが砂利なんですよ、なぜか。そう、何のための砂利なのかわかんないんですけど、まあ防犯にはなるよね。人が歩いてきたらすぐわかるんですけど、そう、砂利だから、なんかちょっと雨降ったりとかするとドロッドロになるわけですよ。それで私は四肢体幹機能障害といって、まあ手足に障害があるんですけど、で足をね、こうやって擦りながら歩いてしまうからドロドロになるんですよ。そう、そう、外の様子もお見せする。こうやって立てるじゃん。こうやってここに2段ぐらい階段があって、ほら、砂利で、ここに車椅子止めてんだけど、砂利なわけですよ。で、歩くのはまあここぐらいなんだけど、車椅子にそのカバー、あの雨のカバーとかをかけるってなると、まあここら辺でうろちょろするわけですよ。泥だらけになるわけですよ。はい、今ね、今お見せした通りなんですけど、だからしょうがないので、今日は靴をウェットティッシュで拭きたいと思います。まずは靴を掃除して、ここもね、だから砂利なので、砂利をそのまま持って帰ってきちゃうんだよね、結構靴の底について。だからここも履き掃除をしたいと思います。やっぱ玄関ってさ、大事じゃないですか。まあ誰が来るわけでもないんだけど、なんかこう気持ち的になんかすっきりするじゃん、綺麗だと。これが本来の色です。綺麗。では玄関を掃除します。玄関の掃除はこれを使ってます。なんか今年はね、大掃除っていう感じじゃなくて、こまめにいろんなところを掃除してますね。ではでは、これを吐いていきます。玄関の色が全然違う変わる。ここさ、玄関の外なんだけど、見える？クモの巣、クモの巣が結構あるから、これをちょっと取っていく。内側も、内側も拭こう。
じゃーん。はい、綺麗になりました。外もね、このドアも掃除しましたので、すっきり。はい、ということでお掃除が終わりました。ずっと気になってたんだけど、まぁ、ちょっとね、サボってたって感じだから、はい、年末ということで、まぁ、ちょっと掃除できてよかったかなと思います。物件探しってやっぱすごく大変で、私は車椅子に乗ってるので、その車椅子を玄関のところに止められる物件っていうのが一番考えなきゃいけないことなんですけど、意外と玄関に車椅子を止めるスペースがない物件が多くて、いっぱい物件を見学して、でやっと見つけたけど玄関が砂利というねことですね。しょうがないかっていう感じでね選んだんですけど、あんまりね玄関砂利っていうのはおすすめしません。ほんとすぐジャリジャリになるよ玄関が。はい、ということで、まあそんな感じでございます。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。